マーケットアナライズプラス BS 十にツエルビ毎週土曜日昼一時放送。皆様こんにちは鈴木和之,之です。えー、ただいまより三月の月間 MVS マンスリー MVS をお送りいたします。えー、まず今年二千二十一年三月相場というものを簡単に振り返ってみたいと思いますが。 日経平均はこのように上に下にかなり激しく動きました。まあ1月2月がずいぶん好調で2月は特に日経平均3万円に乗せるという30年ぶりの高値に到達しましたが2月の末のあの衝撃の日経平均1200円安を受けてスタートしたこの3月相場という状況になりました。えー、まあアメリカを中心に世界的金利の上昇というものが心配されまして、まあそれに対してマーケットが上に下にフラストされるという展開でありました。 バイデン政権の1兆9千億ドルの、まあ、驚きの経済対策が議会を通過したあまりにもあっけなく通過したというところからスタートしまして金利が上昇する、まあ、それに対して日銀はどう振る舞うかというところでこの日銀の金融政策決定会合を控えたこのせめぎ合いというものが心理的にマーケットでありましたが3月の5日。 決定閣議に先立つ国会に黒田総裁が呼ばれて3月5日金曜日にまあ長期金利の誘導目標を引き上げることはもう全く考えていないという発言を行ったところから安心感が出てまあここにはありませんがニューヨークダウが7連投史上最高値を更新し続けるという形になりましたまあその間にまあ日経平均は大きく上昇したまあ2月の末に大阪で緊急事態宣言が解除されてまあ首都圏だけは残ったどうするかってまあ疑問にされたんですが一。 3件だけは2週間緊急事態宣言が延長するという状況でアメリカではワクチン接種が進んでいくという状況でありますね。そしてアメリカ FMC で金融政策の緩和が継続すると決まりまして、日銀の決定会合でこの多少の手直しが行われた。まあ長期に誘導目標を変更しないと言ってたんですが、実際には変更しました。あまり影響にはありませんでしたが、0.2から0.25パーセントに引き上げられて、しかも ETF の日経225の購入は今後 行わないといとうトピックス型だけにするという動きがありまして、えー、その間、えー、日経平均が下がるという状況ですね、特にファーストリテイリングの下げが大きかったという状況でありましてトータルすると月間ではプラスになりました、日経平均、えー、1か月を通すとプラス212円の上昇です、これで5か月連続で日経平均は前月比プラスになりました。 ただ、5か月前の昨年11月が3400円大きく上昇するという、まあ、これ、歴代に残る大幅高でしたから、ね、それに比べると月で200円ちょっと上がったというのはかなり真剣質な動きだったということができます、えっと、そして、これが3月1か月間をずっと慣らした形での東証一部上場銘柄の値上がり上位。 上から1位から15位までそして値下がり、まあ、上位下位というんでしょうか1位から10位までという形になりますね値下がりのこの第10番目にファーストリテイリングがマイナス16%入ってくるという、まあ、やっぱりこの辺りが大きいんですよね。でざーっと見てみますと船井電機がほぼ2倍になってるとかですねあるいは、まあ、鎌倉新書が、まあ、あの葬儀屋さんええその葬祭関連ということになりますね。これががコロナ禍で非常に厳しかったもの,がその 逆流流する、グローースはバリュ株のような流れアフターコロナという銘柄に目線が当たったという月でしたねセントケア、介護のセントケアが4割近く上昇するあるいは大宝工業あちょっと逆になりますがこれ4割上昇するというこれは PBR0.4 倍トヨタ系のこれは時空系金型の会社ですねこういう銘柄がかなり上下動きました。では、 月間 MVS という形でこのランクの中にあるものないものこの下のものまで含めて非常に特徴的な動きというものをいくつかピックアップしてご紹介したいと思います。 まずはこの東洋エンジニアリングですね、えー、先ほどの一覧で見ますと値上がり第7位という形になります、えー、月間の上昇率が43%ですあの日本のこのプラント会社五三家と言われています千代田加工建設それから日記、えー、そしてこの東洋エンジニアリングいずれも業績が非常に厳しいですこの東洋エンジの場合は無廃がまだ続いているという状況で今まあ業績再建中企業を立て直す最中という状況 ですがただ、この3月相場でも改めてこれ1月、2月もずっと上がってきているんですが3月も大きく43%の値上がりやはりこの水素発生プラント。 えー、あるいはアンモニア技術に非常に長けているという企業でありますのでやはりこの環境関連、えー、2050年に向けての CO2 温暖化ガスの実質ゼロという目標に向けての,その環境関連株の人気というものが非常に強まっています、まあ、バリュー株に対する人気プラス、えー、環境技術に優れたところ特にプラント株ですねこの辺りがあ人気化しております。 さらには大気アルミ工業所、これアルミとつくぐらいですから、この素材セクター、まあ景気敏感株ですね。 これはのアルミ二次合金を扱っている会社で二次合金のアルミスクラップです、それを溶かし直して、えーまあ、世の中でアルミインゴットとして出していく、まあ、1回アルミを精錬してますので、アルミのスクラップを調達して、それを溶かし直してインゴットにするというときは、もうこれはもう二酸化炭素 CO2、温度高さプラスマイナスゼロという形になりますので、ます、あ、ますアルミの使用量、インゴット二次合金の使用量というのは評価されていくのではないかという見方が、もともと強かった会社です。これは3月 に入りまして業績の情報修正を発表しました、えー、従来低めに見ていた業績、えー、2021年3月期の営業歴79億円を89億円に、えー、まあ通年で微増の見通しを大幅増益に変えたところからグっッと上昇しました、まあ、これ低く見積もられていった業績を情報修正するという会社がまあこの3月は相次いだという事例でもありますね。素材セクター顕著です それからこれは日立造船ですねあの先ほどのランキングにはありませんでしたこれはランキングでと東証一部の値上がり第23位に位置づけます、えー、月間で、ね、32%の株価上昇となりましたこれは昨年12月からこの水素発生技術水素発生装置としては水素エネルギーを活用するというのが今回の の、えー、の目玉の一つになってるんですけどね、えー、これがあこの去年のこれから大きく評価されてきましたがもともと相当株価が、まあ、バリュー株といえば聞こえがいいんですがもう、うん、徹底的にマーケットでは、まあ、無視されてしまっていたような位置にありました。 第三四半期の決算で業績が営業利益が黒字転換したという業績を発表したところから株価が大きく上昇し始めたあのまあ水素といえば何社かすぐまあ株式市場関係者は頭に思い浮かぶ企業というのが出てきますが真っ先に思い浮かぶのがこの日立造船という形ですねバリュー株人気の中で株価が大きく変わりました。 もう一つ、これ川崎汽船ですね、これは言うまでもなく景気民間株の最たるもので、まあ、造船に次ぐ海運セクターです、えー、こちらも、えー、ランキングデート、値上がり第48位になります、そのちょっと下に日本郵船が,船が来たり、商船密にも大きく上昇しました、月間で26%値上がりしました。 これ今年の2月に業績200億円から600最終損益200億円から650億円に引き上げたばかりなのですがさらにこの3月に入りましてこの650億円の見通しを900億円に引き上げる。 過去最高益を更新するというところまで今まで赤字部門でずっと足を引っ張っていたコンテナ船が今、えーまあ、世界的に品不足になってコンテナ不足になってしまってますねそれぐらいまでに人はなかなか興行で動けないんですけどそぶん物が動いている、まあ、e コマースが活発化している、えーまあ、それ e コマース以上に B2B の身動きが活発化しているということもありますね。営、えー、営業業利利益益ははままだ赤赤字字がが残ってますす今期は200億円の赤字ですが 最終損益で過去最高期を更新するという内容流れの中で海運株が世界的に上昇しています。値上がり良かったではもう一つだけこれがラストですが不内電気です。3月月間の値上がり率ランキングナンバーワン えーまあ、96%の上昇ですから、まあ、ほぼ2倍という形になりましてねあの液晶テレビがよく売れてる山田電機と今タイアップしてますので山田の店舗に行きますと船井電機がよく売れる e コマースでも売れてます。まあ、そのあたたりががが反映されて上がって上っましたが あの名門船電機はいよいよこの TOB を活用しまして非上場化の道を歩むという決断をいたしました。これはあの90年代の王者帝王なんですよね。ヤスリカネ 値段の安い家電製品ではチャンピオンでした、えー、まあアナログ製品時代の勝ち組ですねそれが90年代の IT バブルでは当時大阪一部上場でしたけどまあ株価大化けしてで2000年3月に東証一部に来てところがその辺りから IT バブルの崩壊などもありましたがその辺りからもう世の中はエレクトロニクスはどんどんデジタルへデジタルへそのデジタル対応の世界でこのアジア勢との戦いにどん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 疲弊していってしまった。 で不幸なことに2017年に、まあ、創業者でもあります船井哲夫社長がお亡くなりになるという、まあ、そういう事態もありましてそこからはやはり迷走状態がついてしまったという状況ですね、えーまあ、足元では株価少しずつ戻していたんですが最後の最後は900円を超える TOB 価格で非上場化の道を歩むという動きになっています。これがが値上上りの上位ですね そしてこの値下がりです。えー、一つはオープンドアです。これトラベルコじゃん、えー。格安航空チケットお旅行手配ですね。これはこの前のあたりからずっとまあコロナ危機で苦しんでいたんですが、この一月二月二千円えっ、ー、と千円台まで株価戻してきていました。えー、あのいち一,一番厳しい一年前は三六百円まで売られた銘柄でありますが、でここからですね。世の中全体にあの一月に緊急事態宣言が発出されてで、えー、まあ、そういうの発出され あとはもう改善するだけだというので、えー、バリュー株的な位置からこうこのウィズコロナ銘柄アフターコロナこのコロナ危機でやられてしまった銘柄が大きく回復するでここで東京だけが1都3県が緊急事態宣言2週間延長になりましたが大阪が解除されたこの辺りで大体一巡するという状況です、ね。そししててて今感染拡大が出てきてしまっ でまた、一回、逆流してしまっているで。これは、月間の値下がり率第二、マイナス二十五パーセントという株価の下落率ですね。えー、悪かった方としては、二つ目、ファーストリテイリングです。これは、先ほどそのランキングにはありましたが、値下がり率の第十位、月間で十六パーセント値下がりしています。 こここれもこここですね日銀の金融政策決定会合で ETF が225型からトピックス型だけに集中するというのでドンと売られてしまってぎくしゃくしてますがその前の2月日経平均が3万円を超える時のこの株価の上昇10万円突破そして刻み値予備値がそれまでの10円から50円に拡大されるってここから、まあ、年明け以降3月になって以降ストンと下がってしまった。月月月の月間のの間売上高がプラスの 0. 4にとどままっってしまったででその12月がプラス 6%1 月のプラス2%で2月がプラスの0.4%ちょっともたもたするこの2月の半ばから3月の,この上旬のこの上げ下げがむしろ。 イレギュラーだったといいううふにに結果的には思えてしまいますねこの間日経企は3万円の乗せていろんなことがやわましたオリンピックは開催できるのかどうか東京都の緊急事態はこれは解除されるのかあれと延長されるのかアメリカの1兆9,000億ドルの経済で決まるのかどうかそう,そういうさまざまな政治的外部要因の中でファーソリレティリングが上昇しそして下落しで今回またぎくしゃくした上で元に戻るという状況ですね。 この間ファーストリテイが1万6000円ぐらい、えー、っとここからここまで,で下がってますので月間で日経平均に換算すると600円ぐらいのマイナス寄与度ということになります。月間でプラス200円ちょっと に対してファーストリーテーリングだけで600円この日経平均に対しては下げの余地影響度があったという状況でありましたねでまあおそらく今後はファーストリーテーリングの関与の割合というのはどん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 薄れていくのではないかなというふうに思いますがまあこの2月から3月にかけてのこの動きが少しマーケットをこのかき回したなという感じはいたします。 そしてこれがマンスリー MVS の最後になります。Z ホールディングスです。これも10月までは非常に好調でした。国内最大の e コマース、楽天かこのまあヤフーショッピングかっていうような状況ですペイペイもあります。こうこういう状況の中で LINE との経営統合を果たして延期されましたが LINE とがた果たしてさあこれからというところでその LINE が 中国のシステム開発から一部個人情報が閲覧される可能性があったというところでぎくしゃくしてしまって大きさが増してしまったという動きになりました、まあ、全体で見ると小さい動きでしたが個々の銘柄ではグロースバリューその攻めぎ合の中で大きく変動した銘柄がたくさん見られたという1か月でした以上3月の月間刊 m v スはここまで,でひとまず今度次にもう一つもう一コーナーお送りしたいと思います マーケットアナライズプラス BS12−12 毎週土曜日昼1時放送。